こんにちは、ネモです。パワプルアプリ今日はやっていきません。今回ですけども、パズドラコラボ。いやー、ついに来ますねと。月曜日から。ということみたいです。で、それに関して、パワプル TV の放送が先ほどありましたので、それをちょっとかいつまんで、また話できればいいかなと思います。で、パズドラに関しては、僕、全くやったことないので、本当にパズルで、コンボして遊んでるゲームなのかな、ぐらいの知識なので、逆に、皆さんにいろいろ教えていただきたい。まあ、いただけたら嬉しい。みたいなところで動画を出していこうかなと思ってます。では、早速行きましょう。で、最も気になっている情報が、やはり、イベキャラの性能どんな感じなの?というところかなと思います。まあ、僕は個人的にそこが一番気になっている。まあ、キャラの性能、そして、上限アップあるのか、まあ、こういうボーナスあるのか、まあ、そういうところを、取りまとめできる情報がまとまってたので皆さんに共有させていただければいいかなと思います。で、まずはアテナから行きましょう。で、スライドがこちらですね。投手必殺引け新人か折り辺でスターバーストと。で、野手だと切磋琢磨がもらえるみたいですね。で、得意練習が変化球と守備なので、やはりピッチャー使いなのかなというところはありますね。で、おそらく山口の枠、まあ、神楽坂山口の枠に入ってくるようなキャラクターだと、こう入れ替えがあるのかなと思っていたりはします。まあ、鳴海と虹谷は問い火外せないとして、で、前部もリアと、まあ、ルシファーはかなり厳しいかなというところなので、まあ本当にマイベの山口もしくは神楽坂枠か、あとイベの立川、まあこの辺の枠に入ってくるのかなというイメージはあります。あとアテナに関してはイベント報酬なので、もう本当に頑張ってイベント走って SR45 もしくは PSR の42、46ぐらいを目指して頑張っていくような感じになるのかなというところですね。で、変化守備なので、おそらく技術ボナーもしくは精神ボナー、まあ技術ボナーがまあほぼほぼ来るのかななんて僕は思ってるんですけど、これで精神ボナーとか来るようだったらかなりありがたいかなというところですね。まあ、ルシファーとの入れ替えもワンチャンス考えられなくないかなというところではあるかなという感じですね。で、コツを見ていくと、対左、要所、緊急登板、火消しと。で、対左に関しては、持ってるキャラが本当、鶴屋とかしか僕頭に思い浮かばないぐらい、かなりレアな特能かなと思っていて、ただ2段階取っても査定はないはずなので、まあどうなのかなというところと、あとは精神系多めですね。要所、緊急登板。この辺があるのはかなり嬉しいかなという感じはします。なので、もう全力で、まあ、全力学園ベースになってしまって、まず使えるかどうかもわかんないんですけど、バズロキャラが。まあ、使えるんであれば、多分野球ゲームじゃないんで使えると思うんですけど、使えるんであれば、もう敏捷も、ほぼほぼ取り放題。まあ、クイックとか、牽制打球反応も、この辺も全部取っていけるキャラクターになるのかなと。まあ、敏捷系の特能が増えれば増えるほど、アテナの価値が、まあ、どんどん上がっていくのかなと。いう感じの印象のイベキャラです。まあ、これは欲しいよね、というところですね。で、僕は SR のハゲ像がいっぱいあるんで、ワンチャンス SR1 枚でも取れれば、一応プラゴにはできるので、まあ本当に性能を見つつ、その時の、まあ忙しさとかいろんなところを見つつ、頑張っていけたらいいかな、と思ってます。そして、めちゃめちゃ絵がいいっていうね。はい。で、あとは、スターバーストですね、折り辺の。それが、まあ、どういう、こう、軌道なのかとかっていうのが、まあ、まとまっていたので、簡単にお見せしておきます。なんか、槍みたいなのが飛んでくるイメージですね。で、軌道的には、上に上がるライツボールみたいな、ホップ系のボールでしたと。はい。では、次に行きましょう。次ですね。ソニアと。これもう読めないもんね、漢字。絶世の、交流監視わかんない。苦流監視そんな感じだよね、きっとね。はい。で、投手、勇猛果敢。で、野手は、
不動の4番と。で、筋力キャラですね。なので、まあ本当にこう、筋力ってどうなんだろうな、今っていうのは、正直なところあります。ただ、まあ4番がかなり筋力使うんで、まあそういう意味では、まあいいのかなと思っていたりもしますね。で、面白いのが、筋力キャラなんですけど、投手能力が綺麗にゲナマリリース低め緩急とかなりこう、整っているのがまあ面白いなと。二刀流ではないみたいですね。で、野手能力はチャンス、プルヒ、一掃と。まあ、プルヒはいらないとしても、チャンスと一掃は本当に、まあ、あらかた以来の、こう、なんか、まとまったいい骨群かな、という感じのイメージはあります。まあ、こいつに上限ついててもおかしくはないかな、という感じはしますね。まあ、パワー上限が来るんじゃないか、来るんじゃないか、みたいな話がずっとまとまってて、まあ、つけるんなら、まあ、さすがに筋力キャラなのかな、と。いう感じのイメージはあります。ただまあ、まあどうなんでしょうね。こうやっぱり打撃固め、打撃固めみたいになってるんで、今テンプレートが。まあそれをこう取っ払っていくには、こう別の練習枠で必須キャラを作っていくようなギミックが僕の中では必要なのかなと思うので、まあ僕が向こう側だったら、まあこういうキャラにつけるのかなという感じはあります。まあプルヒをつけたりとかして、こう骨群もなんかちょうどよく、バランス取ったりとか、まあ、そういうのが、あるのかな、ないのかな、ちょっとわかんないです。あとは、その他のところにムード丸もあるので、びっくりした時にいいコツがもらえるかどうかは結構運次第かな、という感じはありますね。で、筋力に関しては、まあ、刺したら、もしかしたら、こう、サイガーの枠を、まあ、絶対必要という感じではなくなるかもしれませんね。まあ、今のところサイガーを抜くっていう選択肢はほぼないと思いますけど、まあ、筋力入れるんだったら、サイガの役割的には、そこまで、こう、死ぬほどサイガ入れなくてもいいっていう感じにはなるかもしれません。ただ、今のところ、佐伯は絶対に外せないキャラで、その後に、まあ、サイガが来るくらい、もう本当に、そこの二人は、まあ、強いかな、という感じはしますね。はい。うん、まあ、ソニアもいいんじゃないかな。はい、そして最後、絵博ですね。まあ、これが最も皆さん期待して、まあ、僕も期待しているキャラクターかなと思います。で、投手みなぎる活力、野手孤軍奮闘と。で、孤軍奮闘に関しては、今、新しく追加された特能のここ、一番下の方にある、査定効率が非常に悪いと言われる、ここの上位というところで、金徳の査定効率は非常に高い、ものになっていて、敏捷ポイントがそんなに使わないで、筋力、技術、精神っていう感じなので、まあ今の全力の、こう、環境にも合っているのかな、というところと、コツがいい、レザービー、意外性、まあまあ、この辺はまあ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 っていう感じなんですけど、速攻、初撃、冷静とかは今本当にピンズドで欲しいぐらいのレベルのやつかな。まあ、冷静はそうかな。速攻もそうかな。初撃はまあどっちでもいいみたいなところありますけど、速攻と冷静、まあ初撃もかなりレアな骨群なので、まあこの辺を持ってるキャラが刺さってくるとまあかなり助かるかなというイメージはあります。で、打撃と。まあここは非常に期待ですよね。本当に。まあこいつがワンチャンなんか持っているようであれば、上限トップ持っているようであればもう必ず引きたい。くらいのキャラクターかな。あとは、金徳が確定かどうかとか、そういうところが非常に重要になってくるのかなと思うので、まあ本当に月曜日明けて、こういろんな方が使われて、まあ雰囲気が分かってくると思うので、そこでまあ期待して見てみたいなという感じはしますね。なので僕はこの中ではやっぱり、ハクと、あとはアテナに期待したいかなと思います。まあワンチャンス上限突破パワーが、まあ、つく可能性もあると。あとは3人とも固有ボナー持ちなので、まあ、非常にこう、全員に期待ができるレベルにはなるのかなと。まあ、ここもう、パズドラって、もう本当にソシャゲの中でも本当トップのトップみたいなところはあるので、まあ、かなり期待していいんじゃないでしょうかね、という感じでございます。そして、パズドラのコラボイベントが雰囲気こんな感じですと。パズルドロップをバッティングして勝負
敵は投手になってパズドロップを投げてくるんで、アンダや本塁打で相手にダメージを与えて打倒せよと。で、まあ、雰囲気というかもう、スタジアムとか、バックグラウンドとかは全部パズドラになっていて、仕様もパズドラになってるんですけど、基本はバッティングをスタジアムでするようなところにはなるので、まあ、本当にここの根本のところは変わらないはずですと。なので、気軽にこう、パズドラを全然しないところでは、まあ、パズドラ初心者の僕にもパズドラやったことないパープルユーザーの方々にもいいんじゃないかなというところではございます。で、あとは、ここかなり重要かなと思っていて、パズドラのこのイベントを攻略するのに重要なのが、左側ですね。自分のステータスはデッキに入れたイベキャラの選手能力から算出されるというところなので、パープル TV でも話あったんですけど、今までこう、サクセスの効率が悪くて使わなかったキャラ、選手能力が高いキャラクターは使われやすくなるんじゃないかなというところでありますね。まあ、友沢とかが話題に上がってましたけど、あとは、まあ、誰だろうね。選手能力が高いキャラクター。まあ、茂野五郎とかね。わかんないですけど、まあ、そういうところがかなり重要になってくるのかな、というイメージはあります。なので、こう、特攻キャラとか、あとは、イベントに向けたキャラクターの作成は、割とこう、デッキが皆さんバラバラとなる可能性はありますね。そして、援護イベキャラの属性は、ガード、バンサ、スナイパー、レンジャー、彼女、というのが、火、水、火、闇、光という感じで分かれております。まあ、本当にこの辺がすごく楽しみだなというところで、まずは、まあ、ガチャしてしっかりとこう、多分ハクともう一人でね、いきなり来るのは。まあ、で、アテナっていう感じなので、まあ、そこの二人がまずどんな感じかなっていうのを楽しみにしながら、待てればいいのかなという感じでございます。いやー、今からすごい楽しみですね。もう本当に楽しみで眠れない。いや、ごめんなさい、眠れるんですけど、まあ、非常に楽しみでゾワゾワしてます僕は、っていうところですので、もうぜひぜひ皆様、楽しみにパズドラコラボ一緒に待ちましょう。で、2人が強ければ無課金アカウントの方も石は溜まっているので、ちょっとここは50連しようかなという感じはあります。今のところなんか30連すると、どっちかの SR、50連するとどっちかの SR って感じで2回もらえるチャンスがあるみたいなので、これは引いといてもいいのかなと。無課金の方は引いといてもいいんじゃないかなという感じのイメージはあります。まあ、上限突破が誰かしら来るっていう情報があったので、まあ、アテナではないと思うので、おそらく。まあ、かなりこれは、固有付き、上限付きで、まあ、結局確定だったらもうこれは絶対プッシュしていいところかなと思います。で、パズドラも限定キャラクターという枠組みになると思うので、まあ、この機会は引いておいた方がいいのかなと、確定枠で来るんだったらね、という感じで僕の方は思います。ぜひぜひ皆様の感想、そしてコメントもいただけたら嬉しいです。パズドラ初心者です。完全に。はい。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。